なぜ旅行先で便秘になるの、解決策をお伝えします。旅行に行くたびにですね、必ずその便秘になってしまう。こんなことありませんか？で、嫌ですよね。せっかくの楽しい旅行中に美味しくお食事も、楽しみたいじゃないですか。で、その時に便秘になってしまってお腹が張って美味しく食べれないって、もうすごく残念ですよね。その気持ちよくわかります。以前私も仕事柄ですね、旅行に行くこと多かったんですけれども、そのたんびにやはりですね、お腹の調子が良くないんですね。便秘がちになって出なかったりっていう日が続くわけです。で、戻ってきてからもなかなかそのサイクルが戻らなかったりって、もう本当にね、嫌でした。では、そんな私がですね、どうやってその旅先に行っても毎日快調で過ごすことができているのかという、その解決策をお伝えしていきたいと思います。まずそもそもでは、なぜその旅先、出張先とかですねになると便秘になってしまうのかという、その理由があります。それはですね、ズバリこの自律神経が乱れてしまうことにあるんです。どういうことかと言いますと、まずその旅先であったり出張先というのは、普段と違う環境、不慣れなその環境が続くわけですね。そうするとその脳がですね、この視床下部がストレスを感じてしまって、そのストレス反応が結果、そのあなたの自律神経のバランスを乱してしまう。で、この自律神経がですね、その腸と密接につながっているんですね。で、腸というのはその自律神経のリラックスする方、副交感神経の時にようやく元気に動いてくれるわけです。ただそれが逆の交感神経、スイッチオンの方ですね、そちらが優位になってしまうとピタッと腸ってですね、動いてくれなくなってしまうんですよね。もう鈍い動きになってしまうわけです。で、結果その腸内がですね、ちゃんと回らずに、便秘になってしまいますし、この状態がそのずっと続くと腸内で悪玉菌がその増えてしまう原因にもなりますから、便秘だけではなくて肌荒れでしたり、その肥満につながったりとか、病気とかですね、そういったことにつながってしまうことになるんです。では、ここから解決策です。簡単に5つのポイントでまとめてます。では1つ目、こちら、もうズバリ、腸をリラックスさせてあげればOK なんです。で、その方法です。1つ目、478呼吸をしてみてください。で、この呼吸はですね、特にその場所も道具も問わず、いつでもどこでもできますよね。で、ちょっと詳しくこの呼吸をお伝えしていきますね。ちょっとご一緒にやってみましょう。まず鼻から4秒かけて吸います。そして吸い切ったら次に7秒間止めます。で、止めた後、今度口から8秒をかけて吐いていきます。では、皆さんも、あなたも私と一緒に、やってみましょう。では、いきますよ。鼻からです。はい、止めます。7秒。口から8秒。はい、以上なんですよ。簡単にできます。で、慣れてきましたら是非腹式呼吸で行ってみてください。よりリラックス効果が出ます。腹式呼吸というのは、息を吸った時にお腹が膨らんで、吐く時にはお腹がへこむ。この状態で478呼吸を何セットかですね、気持ちがゆったり落ち着くまで、できれば最低10回ぐらいしてみてくださいね。そのことで、その自律神経のリラックスする方、副交感神経が元気になって、結果腸が動き出して便秘解消ということです。では2つ目、おさゆまたは常温のお水をしっかり飲んでください。これは1日に最低 1.2 リットルぐらい、普段からも飲まれると良いと思うんですけれども、やはりお茶ですとか、スープとか、他の水分はやはり体液が巡りにくいんですね。ベストはやはりおさゆであったり、天然水ですね、常温のお水、冷たいものは NG です。便秘の時に冷たいものを飲んでしまうとますます腸が動いてくれなくなりますから、常温もしくはおさゆでしっかり腸をですね洗ってあげるようなイメージで飲んでみましょう。3つ目、お腹を温めるです。私もですねよくするんですけれども、腹巻きもしますし、本当に冷えたなっていう時はですね、実は夏場でも北海道を使ってお腹にですね当てておくんですね。例えば長距離移動でクーラーがガンガン効いてる交通機関ですね、電車であったりバスであったりありますよね。そういった時にもうキンキンに冷やされるわけです。でその時にやはりもう腸がピタッと止まってしまいますよね、動きが。その時さっとですねガーゼにくるんでお腹にですね私当てるんですね。そうすると、腸が温まれば、腸がリラックスできてしっかり前動運動が戻ってきますから、ぜひ旅先でも、北海道カイロですねとか、あと温め何かホットパッドとかですね、そういったのでしっかりお腹を温めてあげてください。4つ目、よく噛んで食べましょうです。よく噛むことでリラックス神経が刺激されますし、食べ過ぎの防止にもなりますし、いいことたくさんありますから、是非旅先でですね特にお食事を楽しく、召し上がりたいという時はよくよく味わってよく噛んで食べてあげてください。で最後5つ目、もうぐっすり寝るです。もうこれが一番ですね。腸はですね寝てる時に活発に働いてくれるんですね。なぜかというと、先ほどお伝えした副交感神経が、元気な時にしか腸は動きませんから、普段日中緊張してる時は、動けてくれない、鈍いんですね。なのでしっかり旅先でも翌日の楽しい予定をこなすためにも、とにかくぐっすり多めに寝ること、そのことでしっかりその間腸を動かしてあげて、翌朝すっきりというサイクルに旅先でも持っていくということです。さあ、以上5つのポイントをお伝えしました。簡単にできるものばかりご紹介しておりますが、効果大です。是非このお話を繰り返しご覧いただいて、繰り返し思い出していただいて、あなたとそして大切なご家族のためにお役立てください。またこのお話が役に立ったと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。